皆さんこんにちは。陸上の田中由美選手がとても可愛いと評判です。可愛いだけが陸上選手の魅力ではありませんが、陸上競技に縁のない人にとってみれば導入の部分はそんなところでしょう。もちろん陸上ファンにも大人気です。今回はそんな田中由美選手について深掘りしてみたいと思います。まずは田中由美選手のプロフィールを見ていきましょう。田中由美さんは1998年12月15日生まれ、大阪府の出身です。立命館大学を卒業し、富士通ジャパンパブリック&ヘルスケア事業本部に所属しています。陸上選手としての記録は、自己最高記録は 100m12秒89、 日本歴代4位、 60m8秒14 です。主な戦績を見てみましょう。2019年日中韓3カ国交流競技会、韓国優勝、日本インカレ優勝を飾っています。2020年成功ゴールデングランプリ東京では4位でした。2022年日本選手権では3位でした。ところで田中由美さんは一体どんな女性なのでしょうか。あだ名由美と呼ばれており、好きな食べ物はエビフライ、嫌いな食べ物は生トマトです。自分で作る得意な料理は冷蔵庫にあるもので何か作ることだそうです。一番よく作る料理はだし巻き卵だそうです。日常で持ち歩いているものは花粉症の薬で、花粉症の季節になると手放せないとのことです。日々のストレスを解消する方法は部屋で歌うことだそうです。好きなアーティストは特になく、とにかく流行りの歌覚えるのが得意をよく歌うといいます。ハードルを始めたきっかけは休みが多かった日は休みという理由で、ハードルにのめり込んだ理由はライバルがいたからと述べています。試合前のルーティンはお腹に力を入れ気合を入れることだそうです。今までに印象に残っている大会は、高1の時に参加した近畿インターハイで全国に行けなかったことだと述べています。初めて挫折を感じた瞬間でもあったのだそうです。尊敬している人物は祖母だとしています。今後挑戦したいこととして、クラシックバレエを小さい頃からしていたので、趣味でもいいから踊ることがしたいのだと述べています。座右の銘、継続です。陸上競技以外の特徴として、小さい頃は水泳もやっていたとのことです。また前述の通りバレエをやっていたせいで力むとつま先が伸びると言います。そして実は高校3年生で宝塚養成学校に入ろうと思っていたと語っています。田中由美さんについて調べてみると、時折興味深いエピソードはありますが、至って普通の女性であることがわかります。陸上へ入部したきっかけは休みが多かったからというのは意外な返答でした。ここまで活躍が目覚ましいので、てっきりそういったことが要因だと思っていました。それが日本を代表する選手に成長したのですから、すごいものです。また驚いたのは、高校3年生の時に宝塚養成学校に入ろうと思っていたということです。それなので小さい頃からクラシックバレエを習っていたようです。そのバレエの練習が生かされて日本を代表する陸上のハードル選手となったとのことです。一見畑が違うこともアスリートになってみると意外な部位の成長の手助けになっていることがあります。宝塚のスターもいいですが、陸上界でのスターもまた面白いと思います。それでは田中由美さんの母親、父親や兄弟、また彼氏はいるのかどうかについて調査していきます。田中由美さんのツイッターに京都でお父さんと会う約束をしたことが投稿されていました。待ち合わせの時間には遅れずきっちりした父親でした。一般人なのでお顔は拝見できませんでしたが、田中由美さんも父親似なのでしょうか。ある投稿写真には田中由美さんのお母さんからの差し入れのようです。愛情たっぷり込められたお菓子がたくさん作られていました。この画像からお母さんの優しさや愛情が伝わってきます。子供思いのいいお母さんなのでしょう。田中由美さんの兄弟についてネットや SNS を調べてみましたが、情報はありませんでした。田中由美さんには彼氏はいるのでしょうか。こちらもネットや SNS を調べてみましたが、情報はありませんでした。これだけ可愛いので彼氏がいてもおかしくはないと思います。田中由美さんの恋愛事情についてはどうやら秘密を貫いていそうです。さて、世界陸上ブダペスト出場をかけて熾烈な争いとなっていた女子 100m ハードルの代表に、世界陸上初出場となる田中由美選手が選ばれました。
立命館大学陸上部の同期、 TBS 高柳光希アナウンサーと当時交わした約束、インタビューがこの度実現しました。宝塚の夢を諦め続けてきた陸上への思いやライバルとの関係、世界陸上での目標を聞いています。2023年4月の小田記念、雨が降りしきる中、日本勢として4人目の12秒台となる12秒97をマークした田中佑美選手。5月の成功ゴールデングランプリでは12秒89とさらに自己ベストを更新しました。日本選手権6月の決勝は日本記録保持者の福部雅子選手、寺田明日香選手、青木愛美選手、清山ちさと選手と5人の12秒台が顔を揃える中、12秒96で3位という記録を収めました。世界陸上代表入りを果たし、9月に行われるアジア大会の代表にも決まっています。田中佑美選手は、高柳がアナウンサーになってから会うと喋り方が無駄にハキハキしていて若干気持ちが悪いんですけど、でも高柳がアナウンサーになると聞いて、私が結果を出してインタビューしてもらえたらいいねと話をしていたから光栄ですと話し始めました。どうやら2人の長年の夢が叶ったようです。特に面白かったのは次の下りです。とても負けず嫌いだという田中佑美選手、幼い頃から宝塚に入学することが夢だったため、前述の通り高校進学時には陸上をやめる予定だったといいます。最終的に宝塚を諦め陸上を続ける決心をした理由とは何だったのでしょうか。実はもっと早くなりたいからという純粋な理由ではなくて、中学の時ライバルだった女の子がいて、中学卒業時点で若干その子に勝っているつもりでいたそうです。その子が高校でも陸上を続けると言っていて、私が続けなかったら負けちゃうじゃないですか。悔しくて続けたんですよ。あと高校2年生でインターハイで優勝して陸上が楽しくなってきてと当時を振り返ります。実際に宝塚の願書を手元に持つところまではしたのだそうですが、健康診断とかいろいろ準備があってそこに今一つ踏み切れなかったと言います。親にそんなものならやめなさいって言われて、ただ泣きしながら宝塚は諦めたのだそうです。実際海外で転戦した時にタフになったとか、自分のメンタルとして成長できたという部分はどこだったのでしょうか。田中佑美選手はウォーミングアップですごく集中ができることだと述べています。今まで結構緊張するたちで、この時間から緊張するっていうのを決めていたのだそうです。ウォーミングアップでこの時間からジョグを始める、ハードルを飛ぶっていうことをいつもメモに書くのだそうですが、その前に緊張を始める時間なるものが自分の中にあるそうです。それに従って今までやってきましたが、海外のレースをやっていく中でウォーミングアップに集中していたら、緊張するって決めていたはずが、あれ案外大丈夫だぞみたいな状態に持っていくことができるようになったといいます。自分のウォーミングアップに集中して緊張がいい意味で飛んでいくっていうような感覚は何度かあるそうです。いかがだったでしょうか。今回は田中佑美選手についていろいろと深掘りしてきました。田中佑美さんの私生活について調査してみましたが、ごく普通の女の子でした。それにもかかわらず成長株である選手の一人です。一体どのようにしてそこまでの力を身につけてきたのか、あるいは潜在能力としてあったのか、どちらなのでしょうか。またご家族は優しそうで、だからこそ陸上に打ち込めることができているのでしょう。中学から陸上を始め、めきめきと力をつけた田中佑美選手はインターハイを連覇し、関西インカレも4連覇と学生時代から強さを発揮してきました。今年に入ってからは12秒台を連発するなど絶好調ですが、そんな田中佑美選手を同級生の高柳アナウンサーが直撃インタビューするという貴重な機会でした。インタビューの冒頭で学生時代に田中佑美選手に話していた世界で活躍する大学の仲間たちを取材したいという夢について触れたところ、お待たせしましたと声をかけて登場したのがとてもユニークでした。そんな田中佑美さんをこれからも応援していきたいと思います。まずは世界陸上要注目です。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。